これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ギルス、スールシャール、ファンニステルロー、ベッカム、バット、ベーラー、ガリーネビル、アーウィン、ブラウン、ブラウン、バルテズ、バテルレウス、ホフランド、ファベル、ハインツェ、ルシウス、ブーマ、フォーレル、ファンボム、ロメダール、ケズナン、ブルヒンク。オフサイドはない。ピッチを駆け上がる。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 。ケズナ決まった。攻撃を組み立てます。いいパスだ。さあここからどう攻める。バテゴル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 。つながればチャンス。ヘッドでパスを送る。ゴール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 。頭でつないでギルス。さあここからどう攻める。シュート。ゴール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 。後半戦キックオフ。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点はガリーネビ。後半5分経過。さあここからどう攻める。ゴール。さあどちらがボールを支配するのか。前が空いた。ゴール。マーベラス、スーパービューティフォーゴール。素晴らしいゴール。ルシウス前が空いた。さあここからアンビリバボールゴール、スーパーゴールゴール。中に絞ってきた。完勝です。それではまず中西さんに試合について伺います。まあ、大差はつきましたが、